はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。私、スクナというものです。それでは本日もですね、早速動画撮っていこうと思います。本日もですね、前回に引き続き、誰か殺されたぞ。はい、螺旋の宿、パート2をやっていきたいと思います。はい、じゃあですね、続きから、行ってみましょう。これかな？はい、で、前回はですね、まあ、いろいろ探索して、カケルがいなくなって、まあ、いなくなったかどうかはちょっとまだわかんないのかな。で、厨房に入って、誰だっけあの子の名前。もう忘れちゃった。昨日の話なのに。この部屋ですね。この部屋で、この血を見つけて、玄関に行こうってところです。このゲームですね、角に入りにくいんですよ。こんな風な。慣れないとな。じゃあ、早速行きましょう。こっちですね。あれ、みんなもう出たのかな？え？ちょっと待てよ。これあれ、自分だけ取り残されるパターン。何が起こってんのかわかん、あれ？みんな閉じ込められてんの？何が起こってんのかわからねえが、俺たちは閉じ込められたみたいだ。青い叫びながら走っていった。俺と桜を追いかける。スクナ、かける。二人とも出口を見つけて、すぐにこの民宿から離れろ。あ、なんだ。自分だけ取り残されたのかと思ったら、みんな取り残されちゃったんですね、ここに。マジ？でも一通りもう回ったよね。管理人室。出口。かける、どこにいるんだ？みんなどこに走っていっちゃったのかな？あ、ここはあれか。なんか、角に入りにくい。また2階かな。ここの部屋ももうめぼしいものなかったです。こん中入れるようになったりしてないよね。してないですね。そうだなぁ。2階ですかね。2階行ってみるか。やだなぁ。なんか変わったりしてる？してない。このバチバチ音俺好きじゃないんだよなぁ。まあ、いっか。つべこべ行ってもしょうがない。ハンガーにはこのレインコートがなんか、ちょっと重要っぽいらしいが。え？何？どっか回ってないと、あー！別館？まさか。まあ、一通りこの2階見て回りましょう。何もなければ、それでよし。別館かな？なんかそんな気がするな。ここビッグがあるとこだよな。まだあんのかよ。ウィッグが消えない。ちょ、よし。角に入りにくい。慣れるしかないんだろうけど。こっちかな。一旦ちょっと、外を出てみましょう。ひなた姉さんだっけ？ひなたさんだったよね。が出たところですね。ここ。あ、さっき外行けるんだ。雨が降っているようだ。はい、なんだこれ。本館、別館。よし、別館行ってみましょう。おお。墨をこすりつけたような真っ黒な文字だ。あいつが来る。いやだー、行きたくないよー。いや、この BGM、何の BGM だっけ？ザ・ハウスの BGM だったっけ？結構使われてるやつ。なんだ、ガラスが割れてる。おう。鏡、誰かが調べたんですかね、ここ。むぼしいものはない。植物なんだ、これは。あ、冬が近い。万が一に備えて、地下に十分な食料を蓄えておいた。その奥には空洞になっている。業者の人にも言われたが、少し危ないかもしれない。私と家内以外が入ることはないだろうが、念のためダイヤル式の鍵をかけていこうと思う。番号は何がいいだろう。4桁だし、息子の誕生日にしようか。私の趣味と、組み合わせてレシートの裏にも書いておこう。ん？ヌハ1
ふはに。という具合に、それにしても今朝のお客さんは一体な、どうなさったのだろう。昨日はあんなに機嫌がよろしかったのに。なるほど、まだ民宿が機能してる時の。ちょっと待って、これメモっとこうかな。なんか重要、重要そう。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。なんだっけ、ヌハイチ、これ関係あんのかな。まあメモするに越したことはないっすね。ヌハニという具合に。一体これが何を意味するのか。よし。さあ、早速他のとこ行きましょう。時計調べられるの、年代物の掛け時計だ。針が止まっている。調べてみる。お、なんだ、どうやら電池、ここにも電池がいんのかよ電池、お、ちょっと待って、家の中調べてからにしましょう。何ここ、ちょっと待って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 、ちょっとちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、モロいたじゃん今あいつ。何何の音だろう。絵の方から聞こえてきた気がする。 BGM が止まった。お、すごい美しい回。おお、びっくりした。突然で、結局何もないのかよこの辺には奥進んでみよう。ああ2階がある。あれ、窓。なに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 。ゴミ箱は空だ。また初期だ。経営者が記したメモのようだ。幽霊騒ぎが続いている。最初は立ちの悪い冗談かと思ったが、何人もの客さんが赤い服の女のを見たとおっしゃっている。そんなものが本当に赤い女、幽霊、霊魂だとするなら、近くにある防空壕が関係しているのだろうか。しかしここら一帯で戦時中に被害を受けたという話は聞いたことがない。最近子供の様子もおかしい。あの子にも何か見えているようだ。ようやく仕事の方も軌道に乗り始めたというのに、うちはこの先どうなってしまうのか。なるほど、ここを運営している経営者にもその赤い幽霊、ちょこちょこ現れてるあいつの正体がまだわからないと。HI 調理器ではスイッチを押しても電源は入らない。なんだこれ、あれ調べられねえぞこれ。食器が並んでいる、食器が並んでいる。たどたどしい字で書かれた張り紙がしてある。ひなたとたーくんの秘密基地、誰も入れない。埴輪の人形だ、熊のぬいぐるみだ、石、シール、サイコロ、ストロー、用途がバラバラのものが、小物が袋に詰まっている。え、体がふらつき、足元がおぼつかない。体温が下がってきた。マジで何度、33度。え、結構やばくないこれ。ちょっと体拭きに戻ります。タオルどこにあ、あー大丈夫かな。頼むぞ、生存してくれよ。これ外に出れると体温下がるのかな、そんな気がするな。もうちょっとの辛抱だ。とりあえず拭いておこう。体を拭いた。よし、体温は戻ったが、タオルがたっぷりと水を含んでしまった。なんてことだ。そして36度まで戻りましたね。あんな風にしてですね、このゲームは体温が下がり続けると死んでしまうんでですね、なんかマップを移動するごとに体温が下がってくるらしいんですよ、徐々に。なので体温が下がって、あんな風にして足元がおぼついたりしてきたら、そこら辺に散らばってる何箇所かあるらしいんですよ、タオルが。そのタオルで体を拭くと体温が上昇できると。いや大変な仕様だ。しかもなんかこれ回数制限があるらしいですからね。ここ大広間、何この
変な、なんでこんな変な構造になってんだこれ。調べられない。フクロウの剥製だ。特に変わったところはない。墨をこすりつけたような真っ黒な文字だ。民宿が経営していた頃の記録にはあの少女ひなたに関する記録はない。あの子は何者なんだ。ひなた、婦人用の帽子がある。帽子の下に何かあるようだ。あ、これ外のやつじゃん。お、何の音だこれ。やだな、あれだな、右の方にあった外にのなんか小屋みたいなところの鍵だな。とりあえず行ってみましょう。なんだこれ。フライパンが見える。護身用に持っておきたいが手が届きそうにない。マッチ棒じゃ取れないよな。どうしようもない。物置具合の鍵、よし。フライパンは護身用。確かにちょっと心強いっちゃ心強いかな。あ、そうだ、あの奥の部屋行ってみるか。あ、でも物置先に開けた方がいいかな。あ、これタオルじゃん。間違えた。やめておく。誰だよ。これ大浴場？モロクサの絵画の女じゃないですか、これ。まあいいや、とりあえず。なんだい。墨をこすりつけたような真っ黒な文字だ。みんな消える？こんな時何を言い出すんだ。いくら寒いからって火を焚けばあいつが来るぞ。もっと別の方法を考えるんだ。あいつは火に寄ってくるのかな。お前は誰だ。おい、お前は誰だ。なんだこれ。え、私は赤おばさんではないよ。なんだこいつ。ほんとなんだこいつだわ。顔がすごいことに。顔がぐにゃぐにゃぐにゃー。これがあれか、なんか初期にも知れず、あ、セーブポイントだ。初期にも、こいつは味方なのかな。あら、4つしかセーブできないの。じゃ、ちょっと1の方に。よし。戻る。こいつはなんだ、味方か。あの、あれだよな。あの、初期にも書いてあった赤い服の少女ですよね。謎は深まる一方よ。ドアの中に入った？何この要素。すげえ。なんだ？痛い。耳が痛い。何？あ？近くで何かの気配を感じたが。なんだろう。お、本気だ。敵は存在感があるな。本気だ。特に変わったところはない。護身用で持ってたりできないのかな。何もないようだ。じゃあここですね。よし、鍵を開けた。ここで物置具合の鍵を使うと。なんだこれ。誰かが残したメモのようだ。化け物を見かけた。一目でそれとわかる異様な姿だった。体の大きさは優に2メートルを超えている。肌は濁っていて聖者のものとは思えない。何より会話を交わせるような相手には見えなかった。必死に逃げて今はこうして気持ちを落ち着かせるためにペンを走らせている。誰が読むわけでもないだろうが自己紹介でもしておこうか。お、この人はあれですね。あの、本館のところの2階でも初期残してた人ですね。私は松葉雪厚。登山家だ。訓練を重ねて、ここらの山を登っているうちにこの民宿に迷い込んでしまった。出口を求めてさまようが、同じところに戻ってきてしまった。閉じ込められたし、あのでか女の呪いか？山で神秘的な体験をすることは珍しくない。幻覚を見たり、幻聴を聞いたり。その多くは低酸素や気圧の変化によってもたらされる心身の疲労から来るものだ。しかしこれはあまりにも何これ蒸気？
まあいいや、バカげていること、バカげているとしか、こんなことが現実に。デカ女がいるのは南側だろうか。余裕ができればまた何か書き残そうと思う。生きていれば。なるほど。乏しいものはない。ランタンを手に入れた。なんだこれ。誰かが書き残したメモのようだ。森の、何これ、湖？森の子、あの絵が。なんだ？なんだなんだなんだ。あの絵絶対なんかあるでしょう。誰か書き残したメモのよう。同じじゃん。もうなんもないな、あそこ。おお、なんか開いてる。調べられない。あれ？これさっきからこんな感じでしたっけ？まあいいや。そうだ、ランタンゲットしたな。でも火焚いたらあいつ来るんとかなんか書いてあった気がするんだけど。火つけてみる？一本のみ？じゃあつけてみますか。ピー。えい！あ、これで暗闇に入れるようになった。ただ暗闇の場所なんかあったか？しかもランタン持ってたらあいつ来るんじゃない？ちょっと一応セーブしておきます。2の方に。で、お前はなんだ？ Who are you？ ほんとなんだこいつ。あ、いや、違う違う違う。ああ、違う違う違う。なんか他行ってない場所をランタン持ってると変わるとかあるのかな。あ、いい、変わりましたね、変わりましたね。ちょっと待ってます。突飛すぎるだろうが。確かにでかいし、ハンドルの変化し、そう、何やってんだあいつ。あ、待って、あそこなんか安全ゾーンみたいなものなのかな。なんか書いてありましたもんね、入り口に。ひなたとターくんの秘密基地。机を片付けた。ふうふう、何なんだあれは。まだいるのか奥に。おい、行ってみるしかないでしょ。これいたらやだな。またここ大広間に来ちゃったよ。大広間で張っちゃわせるのは最悪。まだいるね。ちょっと待って、まだいるね。あ、でも足はそんなに速くない。主人公と同じ。音でかくない？この追いかけてくるときの。あいつ詰まったぞ。誰だよ。お、え、おお。確かにあれは生身の人間にしろ無理があるな。巻いたようだ。あ、ちなみに今自動的に言ってくれました。いい仕様だ。はあ、てめえ道塞いでやがったな。ちょっと待って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 待て。さっきこいつ道塞いでましたよね、ここ。はあ、なんだったのやら。こっから出てきたのか。奥に何か追加された。待って、体温下がってないよ。下がってる。何度になったら、あ、フライパンが落ちてる。これはゲットしておこう。フライパンを手に入れた。武器として使えないこともない。化け物には通じないだろうが、護身用として誰かと争うようなことになるのかな。嫌だぞ、そんな仲間割れみたいな。あれは、
さそう。タオルの使用が痛いなと、見つけられてるだけでタオル2枚しかないですもんね。このまま体温低下が続くとちょっとあれだな。よし、とりあえずあいつ本館に行ったから本館行ってみますか。すごい自殺願望だけど、まあしょうがない。なんかあったかな。あ、キーボード、レインコート、なんでしょう、なんかのキーワードかな。これ電池外せないんですかね、こいつの。外せなさそうだな。なんか外せるアイテムみたいなのがどっかにあるはずなんですけどね。あそこもまだ鍵手に入れてないしな。鍵がかかっている。あれ、どうすればいいんだ。今持ってるアイテムで暗がりに行けるようになったらしいですから、なんか暗いとこ何もあったかな。 あこの女の人、ちょっと待って、追いかけてる人この女の人じゃないですか、ひょっとしたら。てかこんなに捜索してるのに誰とも会えない。一体みんなはどこに。外に出たわけじゃないですよね。いるな、かかっていないハンガーが並んでいる。中からだ、掃除をしたときなのか清潔な印象を受ける。どこだろう。管理人室の鍵もゲットしてないし、どこかで何かをやりそびれている。何かまた2階に何か追加されたりしたんですかね。行ってみよう。突然出てこられるとかないよね。あったら嫌なんですけど。なんだろう、どこに行けばいいんだ。あのウィッグが片付けられてるとか。やばいな、体温が下がってきた。まずいな、体温も下がるし、地下の剥製だ。もうちょっとだけ我慢して。ごめんなさい、主人公さん。ああ、違う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 。宿泊客の人もあんな風に追いかけられたんですかね、あの女の人に。うわー、やだなー、それは。何もない、どうしよう。別館でまだ何かできるのかな。電池が欲しい。あの時計にしても、あのポータブル扇風機にしても電池があれば動くらしい。ただ肝心の電池を持ってるあの人形さんがから電池を外せないから、ドライバーか何かが欲しい。何か探し忘れてるのかな。欲しいものはない。鏡が割れている。なんだろう、まだ何かあるのかな。ここ物置ですよね。なんかありそうだけどな。欲しいものはない、欲しいものはない。何もないよ。一応セーブしましょう。行動を記録できるようだ。もし死んだら、ここから、お、なんだ？あー、体温の低下が、もうそろそろ限界に。32度。そろそろ体拭いときますか。やばいな、タオルの枚数も残り少ないのに、体を拭いた。
体温を戻ったがタオルがどっぷりと水を含んでしまった。あーまずいな。やっぱり外に出ると体温下がるんですよね、雨に打たれたりすると。早いところ攻略して帰らなければ。後半になるとあれ関係ないらしいですからね、なんだっけ、体温だ。のところに何かあったりしないのかな。現れちゃってる熊の羽を。何もないぞ。どうすればいいんだ。何を私は見逃しているんでしょうか。外に何かあるのかな。これとか気になるんだけど、道でしょこれ。あ、なんか行けた。下の道に行けた。ちょっと待って、ここで終われるのは。しかもなんかあいつ、あ、やばくないこれ。おう。ちょっと待った。あいつなんか足速くなってますよね、絶対これ。何、雨に濡れると速度が上がるっしょ。そう、死んじゃった。あ、時間もいいぐらいだ。じゃあ本日は、この辺にしましょうか。なんなのかな？外に何かあるのは間違いないんですけど。あいつ、ダッシュとかできるのかな、このゲーム。まあ、いいでしょう。頑張っていこう。はい、というわけでですね、いかがだったでしょうか。螺旋ネアドパート2。なんか進んでないような気がするな。グダグダ。まあいいや。はい、ではですね。本日はこの辺にしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録などをよろしくお願いいたします。あとはですね、やってほしいホラーゲームやるなどありましたら、コメント欄で随時募集しておりますので、ぜひぜひコメントください。あと、感想などもありましたら、この人たちは誰だ？まあいいや。はい。可能などありましたらコメント欄でお願いいたします。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。